アンフィフォープレコの吉田です。今日は今までちょっと施術カットやったりカラーだったり巻き髪だったりをやってきたんですけど、ちょっと今回はヘアアレンジをちょっとやってみたいと思います。今日作るヘアアレンジはちょっとミディアムの長さ、だいたい鎖骨下から鎖骨上ぐらいの、ちょっと長さのミディアムスタイルのヘアアレンジになります。短い髪の毛であればあるほど編み込みっていう技術が結構重要になってくるので、ちょっとその辺を掛け合わせたヘアアレンジになるので、まずよかったら見てください。どうぞ。Thank you.
だったでしょうか。まず今回の巻き方、ヘアアレンジっていうのは結構単純で、まず中心の部分を三つ編み、編み込みですね、三つ編みの編み込みをやって崩す、で両サイドをねじり編みっていう2つでこうねじっていく編み方をしているだけで、あとはゴムで結んでるだけなので、結構編み込みだけ覚えていただければ簡単にできるヘアアレンジかなと思います。よかったら試してみてください。説明欄の方に Twitter、Instagram、Facebook ページの URL を貼っておくので、フォローの方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。